今日の報告です。ちょっとジュンク堂に行ってきましたね。終わったら今日の皆さんカフェでいっぱい喋ってもらってる、嬉しいです。僕はひたすら喋らないで、喋ると疲れるんです。喋るとなんか失言が多いのでね、あんまり喋りたくないで、人に喋らせて上げ足を取るっていう、揚げ足を取らないでください。ということは今日の報告、あれだけやってるのにかかわらずあまり進歩がないで、今日はジュンク堂で医学図書無料の出版社の図書案内をもらいましたけどね、いっぱいもらいました、袋いっぱいぐらい。まあ今日は何時間働くのがベストなのか、ちょっと今日ずっと考えてましたけどね、よく分かりませんでした。結局僕のこうやっぱオーバーワークだと思うんですよ。やっぱ手がやっぱり痛いという、僕毎日出血してますけど、そんなに出血するまでやったらいけないですけどね。あとやりすぎると人が死ぬんじゃないかと、人殺してしまうんじゃないかと、それもダメだな、殺しちゃダメだなと僕は思うんです。高倉健殿のあれでもないですからね、まああれ寿命ですけど、いい、人を殺してはいけないという、生かさないといけない、殺すのが目的じゃないです。僕の目的は人類を増やすことですと言って言い訳なんかもしれないです。人口を無限に増やす、しかも自分も成功する、これ皆さんも同じだと思います。それで何を何時間ぐらいやればいいかっていう話なんです。普通一般的に言われてるのは毎日8時間って言われる。背番号8の原選手は巨人軍は負けました、だから違うのではないか、そんなこともない、まあ、研究し続けして8時間です。まあ、それもなんかあれだなって、正しいような正しくない、まあ、職種に仕事ないよりも嬉しい。ちょっと僕の仕事はちょっときついかなって、楽かもしれない。毎日出血してますからね、出血するぐらいきついとも言えるし、でも僕、ま、ご存知のように毎日は出てないですけど、週5日ぐらいは、まあ、10時間、最近ですね、出たり出なかったり、戻ったら勝手です。働いてない猫って言われるのが一番嫌ですけどね、働いてないよな。でもソフトバンクは優勝しますし、8兆円売り上げてますし、十分働いてない。しかし僕の給料はないという、とか何時間働けば最適かっていうのを今日考えたんですけど、結局分かりませんでした。まあ昨日の夜1時半ぐらいからやって、まあ11時間ぐらい、今日は、まあ、ずっと動画撮影、これがまた家に帰ってアップロードして疲れを取って、ちょうどのぐらいにまた出るぐらいにならなきゃいけないんですけど、その計算が難しいんですよね。だから数学物理ばっかりやってる。あとはいかに電池を減らすか、ラジオの電池なんか全然減らないのに、なぜかこの動画の電池がめちゃめちゃ減るんですよね。先日ホームレスのお世話といった最低限の方、失礼があったので訂正します。まあちょっとあまり触れないです。なんか歯磨き粉のあれが置いてありました。今日もまた出してしまいましたね。今日はちょっと大量というか、今までの分が結構余った、撮影あのがやっぱなんか名刺を入れましたけど、僕さいなまれて、僕の
資料に触れたくない人が多いと思いますけど、触れたくない女性の方が多いと思いますけどね、アンタッチャブルと言われてます。世界的にアンタッチャブルと言われてますけど、隣の席に今日は外国の方が座って英語を英会話のあれで、ありがたいですね。あれまさしくハーバードレベルですね。オックスフォードの日本の方も素晴らしかったです。日本の受けてる方やっぱですね、会話はやっぱ女性の方がうまいかもしれないです。ああいう会話僕苦手です。ロングトークはちょっと得意なところもあります。でも最近話してないからもうどんどん苦手なんです。もう抜かれてます。はあ、ということで、何時間働けば人口が増えるかということです。でも殺したくないというね、僕の目的は殺すことではありません。高倉健さんは亡くなりましたけど、僕の目的は殺すことではありません。生かすことです。人類を繁栄させることです。ですから殺すようなことはしちゃいけません。と言っても僕が殺されていると言ってもいい。僕が大学と会社の人々からいじめを受けて殺されるという、殺すならとっとと僕を殺してほしいんですけど、僕はそれぐらいもう絶望してるんですよね。早く殺してくれ。なぜとどめを刺さないんだ先生方、社長さん、なぜ僕を殺さない、なぜとどめを刺さないんですか。先日ここに行きましたけどな、ここに隣をここに行きました。また行きます。なぜとどめを刺さないんですか、僕をとっとと殺してくださいよって言いたいんですけど、はあ、なぜか生かしておきたい、殺すには惜しい存在だって思ってるんですかね。大学の先生方、会社の社長様、僕を殺すには惜しいんでしょうか。殺すまでもないっていうね。ということで今日も資料を置いてきましたけど、ああ辛いです。案の定出血します。治そうにも治りません、なかなか。てかだから僕はしゃべらないでおこうと、まあ、でも1日1回ぐらいの報告はしようかなと思っているんですけど、この電池が1日50分で2つ使うんですよね。アルカリ電池、ビッグカメラで買ったアルカリ電池、ビッグカメラのは品質がいいですね。秋葉原のはちょっとムラがありますよ。ちょっと悪いんじゃないですか。なんか貼ったなんとかって書いてありますけど、 QC パスで買ったやつ、貼ったさんおめです。貼ったさんおめ、女子大生だらけのラウンジ、本当かどうかわかりませんけど、輪っかにはまだ言ってません。井上若さんおめです。輪っかはありませんね。湯沢屋のあれどうでもいい、あれをなんかライターで使えるなんか熱のガスのバーナーみたいなの買おうかなと思った。1300円足りませんし、1300円なかったですね。あれで CPU のちょっとウェーハーを取ろうかなと思って、どうにかして取ろうかな、取れないかなと頑張ってるんですけどね、あの方向じゃなかなか上の方が上がれないということです。あれをウェーハーを取って顕微鏡で回路を調べる、そこまでやりたいんですけどね、顕微鏡の会社送ってくれないでしょうかね。顕微鏡が僕は欲しいんです。今なんか使えるとこないですかね。大学の先生、僕のお世話になった東大の生物科学あたりの先生、誰がいるでしょうか。高木先生は診療医覚えてるでしょうか。高木先生、南先生は群馬工科大学です。なんか、東大の長江、東大の生物科学顕微鏡を借りに、でも大学に行くとまたなんか争いが起こるような気がする。そんなの関係ねえって言われますけど、
親の力を使って武田薬品の武田の施設を使ってもらおうと親に頼んだけど、もうそんな力はないと言われました。父親にはもうそんな力はありません。父親はもうインターネットすらもうあまりできないという、もうアルツハイマーとパーキンソン病が進んでいます。わかりませんけど演技かもしれない。もう力あります。長谷川社長に頼むっていうのはどうですか。長谷川会長に、親の元同僚、同僚って独身寮が一緒だったという、年は多分10歳ぐらい離れてるんじゃないですか。独身寮、兵庫県の愛用、愛用じゃない、高砂の独身寮で若かりし頃一緒だった長谷川会長、武田氏の経済同友会の長谷川会長、会長にの力を、あ、末村さんの、末村剛さんの息子さんにちょっと武田の施設を貸してあげましょうっていうことにならないでしょうかね。光市でいいね。長谷川会長、なんとお願いします。うちの父親はもうパーキンソン病、アルツハイマー、まあ、ボケてはないですけど、まあ、ギリギリパソコンができるぐらいです。もう80に近いという透析でかなり弱ってます。まだ生きてますけど。ということで、兄の力を使って富士通の、富士通、僕も一応理研のバイオスーパー、バイオスパコンのバイオ研究会の発起人のメンバーでありました。理研の施設を借りるっていうのはどうですか。発起人じゃダメでしょうか、ね、隣に慶応の医学部のなんとかさんがいたんです。松、末松先生です。慶応の資料とかあるというのです。武田医学賞の力を借りて iPS の岡野先生に武田医学賞の恩を売ってですね、借りるっていうのはどうでしょうかね。武田医学賞、武田医学賞、広川先生、東大の広川教授に武田医学賞の恩を着せて貸してもらってるんです。そんなに武田が偉いのかっていう感じ。これ僕は理研のあれになってる。あれですね。ソフトバンクか。こんな、でも結局は素粒子物理になってしまいますね。やっぱり研究しても研究してもやっぱりアーカイブの素粒子物理、ハイエナジーフィジックス理論か、まあ、数学もいいですよね。あれが良いですね。江口先生に初めて教わった。江口先生は僕に教えたのがミスだったんです。それから江口先生、ミス江口といえば森高千里さん、江口洋介さん。僕も YouTube を皆さんに教えてあげてました。言うては YouTube は誰が早かったかという、僕は一番じゃないです。僕はちょっと後ですね。しかし Yahoo 動画がありました。しかし Yahoo 動画は最初じゃないです。しかし KITP を最初に日本で紹介したのは僕かもしれません。 NIH もそうかもしれません。昔もありました。しかしMIT はもっと前からやってました。フェルミラボももっと前からやってました。動画はファインマンがやってます。 CDO です。だから誰が最初かわからないという。フリーテレビもやってます。 NHK もやってます。動画を最初よりはエジソンかもしれません。わかりません。誰が最初なのかわかりません。最初は、あとは YouTube 仲間っていうことで慶応の伊藤先生にお願いして、セミコンダクターの伊藤先生にお願いして施設を借りるっていうのはどうでしょう。伊藤先生は認めてくれないかもしれません。ということでありまして、
僕の孤独な戦いが続くわけです。クリスマスはもちろん撮影で一人のクリスマスです。クリスマスもクソもありません。しかし AFN の AFN の音楽がいいので救われます。僕はクリスマスも一人です。何年も一人です。悲しい悲しいクリスマス。高田中学校出身の山下達郎さん、山下達郎さん、竹内マジア、竹内マジアさんのマジアさんでマリアさんでした。マジアさん、きっと高田のあの人は昔の武田の工場を知ってるんでしょう。僕は知りません。豊島区の工場、一番大きな工場は武田君、ご存知でしょうか。明治郎の高田に工場があった武田君、プラッシーを作っていたのそうです。フナッシーじゃありません、プラッシーです。プラッシーです。フナッシーと同じジュースです。しかしジュースが本業ではありません。ちゃんとした薬も作っているという武田薬品、豊島区の武田薬品のようです。どうぞどうぞ。工場を持っています。工場を持っているのか、そんなに偉いのかって言われて、豊島区で工場を持っているのは多分武田ぐらいでしょう。わかりませんけど、持っていたのはです、今マンションに帰りました。だからそれがどうしたと伊集院静香先生は怒りますが、伊集院静香ではなく伊集院光さんだったんですね。実はそれがどうした、山口の池袋の先輩といえば伊集院静香先生、立教、僕は伊集院先生を指導し、先輩とあの夏目さんが亡くなったという伊集院静香先生を先輩と、山口の先輩として心の中で慕っております。伊集院先生、僕は文を書いてないですけど、動画を、僕は動画に捧げました。なぜならば僕は文より動画の方が信仰が増えるんじゃないかと思いました。どうでしょうこの考えは。何万本も僕は何今多分今1万本以上は累計でいってるんじゃないかと思います。10万、生涯で僕10万本ぐらいです。この方一人でですよ、一人で。テレビ局じゃないです。一人でです。一本のコストはいくらかと思いました。一本、電池代がですね、10本で200円だから、1本20円なんですね。20円、40円でしょ。しかしこれ、ビッグカメラさんがかなり安くしてくれた。アルカリ電池。秋葉原でも大体、秋葉原のはちょっとまだ品質が良くないと言ったら失礼ですけど、いいか、なんかビッグカメラの電池はいいですよ、ムラがなくて。なんか秋葉原の電池はちょっと短い時あるんですけど、どうなんでしょう、これ僕の間違いかもしれません。秋葉原もいいで、僕電池ずっと貯めてますけど、あれ絶対電池の中、黒煙あたりを何かの材料にできるんじゃないか。ずっと電池食べてますけど、みんな見向きのしない電池、見向きのしないラジオを AFN に目をつけております。結城博士先生という数学ガールっていう本が、ちょっと僕はあれですね、侮っていたというか、あまり重視してなかったけど、結城先生は93年からソフトバンククリエイティブから出していて、偉い先生でした。学歴は分かりません。
といい大学校出てるんでしょう。わかりません。書いてないですか。ソフトバンク、あの数学出版賞、数学会の出版賞でいただいた、受賞されたという結城宏先生を今更ながら応援しております。結城真由さんという AV 女優の方を見れさせ、結城真由美さんも見れしますね。結城先生、数学ある、ちょっと僕は距離を置いてたと、よくわからなかった結城先生がどうなし、あの人はプログラマーだったんです。もともと数学者かもしれません。あの稲葉なんとかさんっていう、うちの C、 あのあれありますけど C プログラミングが、よくわかりません。ソフトバンクにいち早く目をつけたという孫社長に、しかし僕はヤフーブログを始めた10年前から比べると売上高が10倍ぐらいになっています。やっぱり僕の功績かもしれません。こんなこと言うとまた勘違いしていると言われます。お前のそんなわけはないと言われます。いや、まあ、社長は孫社長ですから、その10倍まで成長させたアーカイブを使って、アーカイブ YouTube を使って無理やりに成長させたのは僕だと自負しております。また適当なこと言って怒られますけど、10倍です。悲しんでる人も多いと思います。スマホはスマップの設定でしょうか、わかりません。この僕のトークを毎日チェックしてるかもしれない。民主党といえば海江田代表じゃん、海江田代表、海江田さんを忘れてましたね。僕は慶応です。 YouTube の慶応、いいですね。僕は岡田代表をしますけどね、岡田総理でいいですけどね。ただ東大だから、また東大が嫌がられる。あ、聞いてありますね、指原莉乃さん、おっとバットマンじゃないですか、僕のスパイダーマンに似てて、いまだに消してないです。板野友美さんは痩せたという、激痩せしたということですか、お元気でしょうか。ということで、なんか今日のトーク、今日は何時間働けばいいかということ、数学を使って考えましたけど結局分かりませんでした。まあ10時間ぐらい、毎日10時間ぐらいを目安にやろうかと思って、それでもちょっと僕のちょっと出血、毎日出血してるぐらい結構辛いんですよね、これ10時間撮影するのも。ですからちょっとたまに昨日も休みましたけど、寝てるという、家ではずっと KITP の動画を聞きながら、セミナー理論物理を聞きながら寝てる、マスマティカルストラクチャーを聞きながら、原理論を聞きながら寝てるという、あれでまた僕の研究のあれが進む。結局まあ第二の目標、製品作りです。何かいい製品一つでも作れればベンチャー企業かなんか起こしてですね、僕はそんな望んでないですよ、大企業。まあ人口を増やすことを望ん、第一に考えて、それ以外はまあ小さな目標ですよ。まあ適当に稼げればいいか、年収1000万もあればいいかなと。発注を売り上げる私です。すべて社員の給料になっております。社員様の、それでもいいです。人口を皆さん増やしましょう。みんな就職できるようにしてしましょうね。皆さん、みんな仲良く和気あいあいと、ダチョウ倶楽部も、ドハンも言ってましたね。皆さん、失業者がいないように社長さんはお願いします。といっても僕が無職なんですけど、
障害者を守るためだとという話もありますけど、障害者とは関係ありません。障害を持っていても持っていなくても、一応僕は一応健常者ですけど、障害者だと言っても過言でないぐらい寝ています。寝ていますというか働いてもいますけどね。障害者障害者と言ってまた文句が出たら言います。ということで、ユニクロは山口県、石堀選手はノドグロが好きだということでございまして、ノドグロの寿司を今日は見ましたけど、今日は何もイングリッシュでトークしようと思っても出ませんね。もう最近英語あれですか、なんとか製品に結びつけたいっていう。僕の製品は今のところ動画とブログぐらいしかないです。まあ iPhone は僕が作ったんじゃないですか、もちろん Mac の人が僕のブログを利用して作った。僕のブログはもちろんアーカイブの世界中の科学者が結集して作られた iPhone、iPad、 あの人たちが気の毒でしょうかね。しかし給料をもらっているので、まあいい、給料もらっていないのは僕だけじゃないですか。僕が一番気の毒じゃないですか。誰か僕に給料ください。給料というか仕事をくださいね。といってもこれがまた難しいんですね。このアバウトな仕事をくださいっていうのが、じゃああの単語訳で職探しをすればいいじゃんって何かっていう話なんですけど、まあ、職探あの単語訳で仕事をするよりも僕が動画を撮る方が確実に人類にとっていいと僕は判断したんですよね。たとえただでも、ただに越したことはありません。ただに、しかしなんとかして YouTube でなんか広告料をやるっていうのがあったんですけど、あの広告がちょっと邪魔でしょうがないということで一切外してしまいました。これでまた僕の収入がなくなってて、あれ、いや本当のことって、あの見てる人本当は多いはずなんですよ。だから本当 Google さんの YouTube の嘘で僕は収入がないっていう、広告収入がゼロになったという、 YouTube さんなんとか僕になんかお金をボーナスからしてください、と言っておりますけど、磯愛子さん高橋さんとか今日の報告でした。また揚げ足を取られるようなことばっかり言ってますけど、今日の深夜のサイゼリアの西口のところにもなんか立教の人みたいなのと、人みたいな人とサラリーマンみたいなよくわからない集団がいましたけど、あれはどこで知り合ったんでしょうかね。10人ぐらいいましたけどね、 SNS かなんか知り合った話がよくわかりませんね。なんか話してましたけど、いろいろああいうトークは僕は心が痛いですね。大学がどう、明日の1限はなんとか2限は、僕にはそんな世界がありません。しかしどうにかしたいもんです。どれぐらい大学に行けば人類が増えるか、どれくらい海外に行けば、あと今日の資料でなんか会社訪問で得意先回りっていうのがあって、僕も得意先の回りをしましょうかなと思って、今日は資料をちょっと池袋の地下のそっといろんなところに置いてきましたけど、いろんなお店に、ただ直接の人間的な触れ合いがないという、僕はそれが恥ずかしくてできないという、それを得意にならないといけないという、その商談まで結びつけるのが難しい。コミュニケーション能力ですね、僕は全くありませんね。人間が嫌いなんですか好きなんですか分からない、人付き合いが嫌なんですね僕は。人間が好きなような嫌い、早く死にたいような死にたくないような、
そんな感じで生きていますけど、今日も殺されずに生きていました。みんな入れるカフェでやってます。それは嫌な、平等すぎると嫌だという、悪平等だという話もあります。話もありますけど、殺されるまで頑張るしかないです。なんとかお金をもらえる方法、じゃあソフトバンクに行って請求すればいいじゃないか、ヤフーに行って請求すればいいじゃないかというか、それもなんか請求っていうのが嫌なんです。ちょっと僕、売り込んで仕事をもらってお金を得るっていうのが一番クールでかっこいいですよね。僕はそこまでクールを目指して、クール上です、仕事にかけています。だからいつか何かを売り込みに行きますから、買ってください。その時何を、動画を売り込む、ソフトバンクパブリッシングに動画を売り込む。しかし著作権の問題で売れないと言われる、また売れないですね。この黒いスーツを着てますけど、これは上下が実は違うんです。この安い1万円で買ったスーツと3000円で買ったパンツを履いてますけど、ズボン履いてますけど、これまたちょっとウエストが細い。僕はご存知のように全くカフェで食べないにもかかわらず全然痩せないで、家でいっぱい食べてるんですかね。ラーメンとパスタ食べてる、痩せるようにも痩せられないという。もう今78キロぐらいありますけどね、ちょっと太り気味ですよね。これしかしあまり太ってるように見えない。まあいいんでしょうかね、これぐらい。パンパンな黒いズボン履いてます。親のスーツはまだありますけど、母親がダメだという、母親の。しかし若いサラリーマンはかっこいい外着てますね。今日も隣にいましたけど、かっこいい靴、僕の靴は実は黒いですけど、ビッグカメラで買ったゴルフシューズなんですね。これポイントカードで買った3000円のゴルフシューズ。僕はゴルフに未練があるわけでもないですけど、これしかなかったという3000円のゴルフシューズ、実はゴルフシューズだったりビジネスシューズじゃない。ビッグカメラ、ビッグレカメラ、ゴルフを、山口の田舎のゴルフ場を思い出す、高千穂商大のゴルフ部を思い出す。ほとんど行ってないですけど、とにかくあまりかっこいい、まず形から入らないといけないですね。まず思ったんですけど、かっこいい外人の人を見て思ったんですけど、まずいい服を着て、いい靴を履いて、いい革を持ってこそいい会社にお呼びがかかるんじゃないかと思って、逆なんじゃないかと思って、まず形から入る。そのためにはこの顔をなんとかしないで、髪型もなんとか、このコブを切除するかどうかで迷っています。あった方が人口が増えるんじゃないかと思って、こんなこと前言っています。では今日は終わります。